イズマイナス4、イズマイナス4は、ソビート連邦が、第二次世界大戦後期に開発し、戦後に運用した重戦車である。日本語文献においては、英語やドイツ語の表記に従って、イズマイナス4もしくは、JS マイナス4と表記されることもある。イズ、JS とは、ヨシフ・スターリンのイニシャルであり、そのためスターリン4型重戦車などと呼称されることも、 エルエストロヤーノフ技師とエン m トゥの特別技術チームにより本社の開発はオブイエクト703イズマイナス3よりもかなり早い1943年7月から始まっているが計画の進行が加速化したのは1944年春からであった1944年4月オブイエクト701ナンバーレー試作者が完成キーロフスキー工場における 機動試験で、延べ 1230km を走破した。翌月までに、改良型エンジンを搭載した、ナンバー1とナンバー2の二両の試作車が完成し、前車には、100mm 戦車砲 S-34 の後継拡大版である 122mm 戦車砲 S-34P を、後車には 100mm 戦車砲 S-34 から1が装備され、 試験が行われた。しかし、弾頭、薬莢一体式で、長い 100mm 砲弾は車内にわずか11発しか搭載できず、量産型では、体操行為力で劣るものの、弾薬のストックが十分にあった従来型の 122mm 砲、D-25T が採用されている。その後、車体側面上部の傾斜を大きくした、ナンバー3、9月には、 N0.4 が作られ、年内までに、車体全面上部装甲を 140mm に、強化し DT-25 を乗せた no. 5、No.5、S-34P を乗せた、No.6 が完成。性能改善の努力が続けられたが、対戦終結までに間に合わず、ようやく戦後の1946年9月29日に、IS、i ズ -4 として、正式採用された。 本社は、イズマイナス二重戦車を大型化、重装甲化し、V 型12気筒にスーパーチャージャーをつけて、出力強化したエンジンを搭載したもので、その冷却機構は、ドイツ軍のパンターを参考にしており、グリルの形状が類似している。重武装、重装甲の代償として重量があるため扱いやすい、戦車にはなり得ず、イズマイナス3の2.84倍というコストの高さと、続く、 T-10 の採用もあって、1949年4月までに219両が量産されたが、比較的短期の運用の後、退役した。基本的にイナ s 2の発展型であるが、そのデザインには、ドイツ軍重戦車の影響も見て取れる。それまでの多くのソ連重戦車に課せられた、重量46トン以下という制限は撤廃されており、そのため、 車内容積に余裕があり、居住性や操作性が改善されている。手砲弾薬庫の位置もすべて砲塔後部に収納され、バネ式せり出し装置普段薬ケースにより、重い砲弾の装填が従来より容易になっていた。イズマイナス2に比べ走行圧も全方向で大幅に増しており、車体は表面硬化処理された圧縁光の溶接組み立て、砲塔は中造性であった。 手法は、従来のイズシリーズと同じ 122mmD-25T で、旋回だけでなく、不行も電動モーターでいった。対空及び同軸機銃は、合計 12.7mm の DSH 軽重機関銃であった。独自の回転機構と増幅機を持つ優勢歯車式、走行変速装置を搭載していたが、車重が重いこともあり、 取り扱いの困難さはそれまでのソビエト制戦車に比べて向上はしていなかったとされる。イズ -4 はソ連軍のみで運用され同盟国への供与はなかった。また朝鮮戦争の勃発に伴って国境付近に部隊が集められたものの実戦参加の記録はない。現役車両には後にイズ -3M に準じた近代改修が加えられたが年代に 全て退役している。現在では一両がモスクワ郊外のクビンカ軍事博物館に展示されている。1944年、イズマイナス3を設計したコーチン技師により、本社に続くイズシリーズの重戦車としてイズマイナス5が計画され、オブエイクト253の名称でモックアップが作られた。これはイズマイナス4以上にパンタンの影響の強いもので、 傾斜した、圧延鋼板の溶接車体に、大型天輪、イズマイナス2のものを大型化したような砲塔を、乗せていた。この車両の最大の特徴は、ドイツのエレファント、フェルディナント重駆逐戦車と同様の、大重量の戦車でも複雑な装甲装置を用いずに、容易に変速可能なハイブリッド、ガスエレクトリックはなく、ディーゼルエレクトリックエンジン駆動による、 電気式変速装置を用いるものとしたことである。ツイタデレ作戦の際に捕獲されたフェルディナントを研究したデータをもとに制作されたハイブリッド式駆動装置を搭載した試作車両はオブジクト253改め1-5と命名されたが完成した試作車には十分な信頼性がないと評価され、最初の試験中に加熱による大爆発を起こした。 事故原因の究明の結果、変速装置の冷却能力が著しく不足していることが判明したが、変速装置をはじめ駆動装置に十分な冷却機能を持たせると、駆動装置全体が大型活大重量になりすぎて、戦車前の重量が到底実用に耐えないレベルに増大すると判断され、ハイブリッド機構の搭載は断念された。イズマイナス6の開発は、 イズマイナス4の通常型ディーゼルエンジンと機械式トランスミッションを搭載したオブジェクト252として再開され、試作車も製作されたが、車重に対して駆動装置の能力が不足しており、万な性能を発揮できず、そもそもイズマイナス4と同じ従来型の駆動装置を用いるのでは、新型車両開発の意味がない、として開発計画は中止された。 イズ重戦車シリーズの開発はその後も続行されたが、1945年夏より、計画されたオブエイクト260、1948年にイズマイナス7として完成も、重量課題の上性能面で問題が多いとして、量産には至らず、次に開発されたイズマイナス8、後に T マイナス10重戦車と改名の採用、量産をもって完結した。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。